タラです、みんな友達セレクションの、収録が先ほど終わったんですが、こちらにいらっしゃいますのはシャープ株式会社の創業者早川徳次さんのご息女でいらっしゃいます早川澄江さんです。どうも本当に先ほどはどうもありがとうございました。ありがとうございます、ね、収録させていただいたんですが、はい、本当にね番組が短すぎてですね、私はもっともっとたくさんいろんなことをお伺いしたかったんですけれども、その分こちらの動画でぜひね何かせっかくですので、お言葉をね残していただきたいなと思うんですね、はいはい、で先ほど番組の方でお父様がご一緒にずっとねいらっしゃった中で、印象的だったこととかそういったことを お伺いさせていただいたんですが、今でもねお父様の残された言葉としてもう一度ちょっとねお伺いできればなと思います。こちらの方でお願いします。はい、はい、そうですね、はい、人様との出会い、はい、出会いを大切にして、はい、それでいいご縁をいただいたら、はい、その方といい方とお付き合いさせていただいて、はい、ご縁を大切にして長くお付き合いできる間柄を作らなきゃいけないよというようなことで私に、はい、いろんな方とお付き合いしなさいと、はい、ただやっぱりね、はい、自分も相手様のことを考えて、はい、相手の方が喜んでくださるようなそういうお付き合いの仕方、はい、生き方をしなさいっていうことは、はい、申してましたし、はい、私の子供たちにもそれは折に触れて、はい、一緒に住んでましたからね、言ってたみたいで、はい、だから子供たちもやっぱり、ね、今になってそういうようなことを、はい、なんかの機会にちょこちょこっと私に話してくれますね。はい、だからやっぱり親から子へ伝えるっていうことは、はい、これは大切な親の責任であり親の仕事なのかなと思いますね。そうですね、伝えていかないといけないっていうことですね。でね、お父様はその福祉活動の方でもすごい、本当に素晴らしい貢献されてらっしゃったんですけれども、はい、その原点となるところなんですよね、はいはい、その辺のところねちょっとお伺いできればなと思うんですね。自分の幼児の時にとっても、寂しいというか惨めな生活だったもんですから、はい、その時にご縁お世話になった、はい、目の不自由なおばあちゃんにお返しができなかったので、はい、それでまあ戦争中に、うん、いわゆる失明なさった方たちの工場を特選工場として作って、はい、今も障害のある方たち の、はい、工場に残ってるんですけどね、はい、それとやっぱり、自分 の、 そのあまり幸せでなかった幼児体験を、はい、子どもたちにはああいう、幸せな思いをさせないとこれからの社会は良くなっていかないということでね、時代を背負っていく子どもたちですからね、はい、それで保育所を地域の方たちのためにということで、で決して会社 の、 従業員の人の保育所じゃなくて、地域の方の保育所で。今年それがちょうど60年を迎えますけどね。あ、もう60年ということですよね、はいはい、そして早川さんもね、うん、ご自身も、そういった奉仕活動といいますかそういった、団体組織の方で理事ですとか会長とかいろいろお役されてらっしゃるんですけれども、はいはい、その辺のところはねやはりお父様のそういった意思を受け継いでいらっしゃるっていうことでもあるんでしょうか。やはり影響はかなり大きいんでしょうね。あんまり私自身は、はい、やってそれを継いで、うん、なんとか社会に恩返ししようとかそんな大それたこと何にも考えてない。たまたま本当にたまたま行きがかり上ばっかりです。うん、本当に、いやでもたまたまそういうふうにねやっぱりね、うん、
なっていったのかなと思いますね、うん、はい。じゃあ何かしらこの目に見えないところでお父様が、うん、相川澄江さんにね、こういうのを受け継いでほしいなっていう意思が知らない間にそういう人様を通してまたそういったご縁がこう続けて、継承されてるのかななんて、やっぱり本当に私も最近は生かされてる、はい、それからさせていただいてるということを、うん、すごく感じますね。これどうなんでしょうね、やっぱり長く生きてるとそういう気持ちになるんでしょうかね、うん、いやでもやっぱり人それぞれだと思うんですけれどもね、いつも本当にね私も早川さんのこと以前からね存じ上げて本当によくしていただいてるわけなんですけれども、うん、本当にね早川さんという方はとってとても天真爛漫で、どこへ行かれてもね、何か本当に人によって態度が変わるということではなく、いつも本当に明るくて素敵な方なんですね。だからぜひもうこう番組に出ていただいてご紹介させていただきたいなと思ってたんですよね、うん、だから今日こうやって過分な男言葉いただいてありがとうございます、はい、本当なんですね、はい、もうですのでもうこれからもますますね、はい、早川さんがお元気でね、はい、まあ、さらにねお父様のもお父様が残されたお仕事だけじゃなくて、またこういった福祉活動もいろんな意味でね、いろんな意味で私はこうお伝えできればなと思うわけなんですね、うん、なかなかそういう偉大な方って100年に一度一人お一人いらっしゃるかっていうような、うん、お方ですので、いろんな今のこのね恵まれた電化製品こういったいろんなものは、うん、本当にお父様が発明されたもののおかげで、私いろいろ見てましたらね、電子レンジのチンってなるのも相川さんお父様が自転車なんか音をチンっていうのを聞いて、それで合図するのに分かればいいなということで、何かその音をだから今では普通にチンするよっていうね、それがまあ電子レンジをね発明された、意味してますね、そうですね、だから本当に知らない、私たちが知らないところで本当に恩恵を受けていて、そうですね、もうご自身もどうかわかってない、もうね、だから私本当にね、うん、天理のシャープミュージアムに、うん、ぜひ ね、 そうですね、皆さんもこう行っていただいて、いろいろと展示されてるというお話、はい、また説明もしてくださるということですのでね、はいはい、そちらの方にも ね、 ぜひね、またね、行かせていただきたいなと、はい、いつでもどうぞ、はいはい、ご案内いたします、ありがとうございます、はいはい、今日本当にどうもお忙しい中、はい、貴重な時間ありがとうございました、はい、ありがとうございます、こちらこそ、はい、あ、そうですね、うん、あ、でもやっぱり ね、 ね、いつもお手洗いって使って、これがね、ちょっとね、はい、目が潤んでるのよね、うん、で、これね、金光さんってこの方もなんかちょっと障害がある方、はい、障害があるのなんか学生かなんかじゃなかったかなと思うんだけど ね、 いいですね、で、この上がだから主催なんですよね、はい、付き当たりが、うん、もう私、あ、そうなんですね、父がこの上で寝てたの、私たちが寝て、で、今度私が裏へ一人で住むようになったから1年はここにいたんですけど、ね、主人の一周期が住んでから向こうに行ったのでね、はい、あ、そうですね、いや、ね、この素敵な、あとお写真がね、こちらの方に、うん、お父様の今これ絵で、これまだ、ああ、そう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 、これはね、スナップですね、ね、部屋でね、これはね、もう最晩年です、うん、あ、うん、はい、そうなんですね、最晩年。